アスパラタイムのケイスケとシャイロだー、どうぞ。はーい、さあ、ということで、本日はハグがお休みなんですが、本日はですね、YouTuber の家に泊まろう第2弾。今回もビッグな YouTuber の方が許可をくれました。はい、今回アポを取ってきた人は誰ですか。はい、はい、島袋ですよ。大丈夫、なんかお前人脈ないやん。まあそうですよね、確かに数少ない中で超ビッグな人に、今回アポイントメントを取らせていただきました。超ビッグなんや。うん、あっちゃんじゃないよ。それ、安牌なところには。安牌って言ったらもうあっちゃん。いや、関係性的にね、あっちゃんだったらもうすぐ行けちゃうじゃないですか。あっちゃんを安牌っていうのはお前。まあ、あえてそこには行かず、今回は距離もまあまああるところのお方の方まで。じゃあそちらの YouTuber の名前、発表してもらいましょうか。今回僕が泊まりに行った方のうちは、たかしだよ。おー、なるほど。安牌やん。安牌すぎてるやん。安牌やん。距離だけ遠くて結果安牌かと思って。なんかレイクルとお前ずっと電話してるやん。そうですね、結構割と頻繁に電話してますけど、今回は高橋に行きたいと思います。なるほど。ちょ、レイジーライクレイジー高橋ね。ちょっとあの編集技術盗んできて。任せてくださいよ、パクってきますよ。最近ヤバすぎてるあいつら。大丈夫か、再生されんのかな。あいつ俺より人気ねえぞ。まあまあそれは2人でやってくださいよ。そうやね。まあでも高橋新居じゃない。そうですね、引っ越して、部屋の中は詳しく公開はしてないとのことで。俺らの動画でいいのそれ。あ、全然大丈夫そうで。だからこの動画で、あの、初公開って高橋の家が。はい。だって俺ら行った時、大川ズとケロちゃんと3人で、そう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 。高橋どんな家住むんやろ。俺もちょっと気になるな。そうそう、楽しみなんで、ちょっと早く行きたいなと思いながら。なるほど。ということで、今回、2人目のゲストはレイクレの高橋でございます。はい。ということで、早速高橋くんのお家まで行ってきまーす。よっしゃー、高橋だよ。はい、ということでご自宅の方に到着いたしました。早速ピンポン鳴らしていきたいと思います。Welcome to the 大阪、みんな心の中まで行かれちまってる。 Welcome to the 大阪、みんなこ Quand t'es venu dans la rue inconnue。 お邪魔します。すみません。いや、全然っすよ。今日は休憩ありがとうございます、うん、あの、ちょっと泥棒入ってます。マジでやばいっす。あれ、マジでほんまにどうしようかなと思って。泥棒入った後なんで。え、これ結構だから今日はまずこれを片付けるところから。え、俺もっすか。マジか。めちゃくちゃ嫌そうな顔してるやん。いや、それはもうもっとええ感じに歓迎してくれるんか思ってましたもん。じゃあすいませんが、今日は一日よろしくお願いします。いいよ。あ、これ買っといた。今日編集ですもんね、一緒に。紹介しようか。あ、そうですよ、ちょっと部屋紹介ちょっとキラッとさせてほしくって。ここがリビング。そうですね、ここがリビングですね。俺はいつもこう家帰ってきたら、はい、真っ先にここしか行かんな、正直。もう部屋だいぶっすか。汚いもん、この辺。いや、分かってるんじゃないですか、自分で。うん、でもな、分かる。これ編集してたらさ、編集以外の行動全部だるくなるっていう。いやー、分かりますね。後回しにしちゃいますよね。せやね。で、僕んちもすぐ散らかるんですよ。やっぱそうやろ。はい。で、ここ寝てます、こうで。いつもいや、ごっつ分厚いっすよ。ほんでベッドがマットレスも二重です。あ、二重なんすね。すっごっ。でも俺もこたつ、これかわいい、おしゃれ。高橋くんらしい、なんか花、花好きや。花花。あ、花柄のカーテン。そう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 。ごめんな、義士の家みたいじゃなくて。いや、ちょっと怒ってますやん、なんか。冷蔵庫の中もしょうもないですわ、こんな。いや、お、冷蔵庫かわいい。愛用してます。愛用してる。へえ。こちらどうぞ。いいですか、ちょっと。これが洗面台。うわ、当たり前これな、もう洗濯しなあかんなと思いつつ、めっ
1時間経つっていう。今なんか、ともやくんとかって何してます？ともや東京ちゃう？東京っすか。なんでなん？ちょっとそっちに行こうかな。おやめろお前上にペロおるけどまあでも、はい、こんな感じですね。もうトイレこんな、はい、じゃあ、これ見てみて、見てきや、はいはい、見てきや、はいはい、ほら、おお、すげえ、うん、超いいところじゃないですか、ここじゃあ、もっちゃん、片付け。そうですね、まず片付けからしていきますか。もちろん、ただで済めると思うない。すいません、うん、だと思ってました。よし、やるぞ。行きましょう。じゃあ、ちょっともっちゃん掃除してくれ。え？に、ルーティンあるから。ルーティン、はず、はずいし、直近やしこれがルーティンらしいですわ。やだ、ヒロトに突っかかるな、この人。ちゃーちゃーちゃーもう、わかりました、ありがとうございました。こういう機会が入ってそんなに知らんからさ。そうっすね、僕も一回企画でやってもらって。やってたな。マジでありがとう。あ、いえ、全然そんな大したことできないですよ。めっちゃ良さそうな時計してるやん。アウトレットで82、3万とかでした。え、マジで。元に110何本とか言ってました。だるい。Quand t'es venu dans la rue。 まあ部屋紹介もまあチャーっとして、まあ部屋も掃除も終わりました。はいはい、ありがとう。ここからっす。ここから。いや、もうちょっとご飯行きたいなーなんて。あー、もう食ってもうた。嘘。まあ行こうか。じゃあいいですか。もう行きましょう。もう大阪知らねえね、僕。尼崎じゃなかったっけ。おったんですけど、中学までなんで行動範囲っていうのがもうほんまに大阪には来ないと。あんまり来なかったです。行って梅田のヘップとか。じゃあ今日大阪俺が教えてあげるわ。いや、頼みますよ。今日はもうブイブイ言わしてるお兄さんのもう背中を。ブイブイは言わしてねえよ別に大阪で頑張りすぎた分、東京の原宿の竹下通りでは全くバレなかった。お前なんか喧嘩したいんかオッケー、わかりました。じゃあ天満って大阪あるよね、場所。ありますね、はい。めっちゃ撮影で行くんよ。あ、よく行ってますよね、はい。で、こうメンバーと行ったらもう結構どうやらことになるんだ。ああ、ありがたいことにキャキャ言われてバレるんすよ。そうそう、なれるけど、俺一人やったらどうなんのかな。おー、ちょっとそれ見てみたいです。さすがにでも、まあ、カメラとか回してたら、はい、俺一人撮って。いや、撮って撮ってっすよね。え、ここ前でフリじゃないで、これ竹下通りで GoPro 一応持ってたのにあれでしたから。東京やから。あー、東京やから。大阪俺すごいね。じゃあちょっといいですか、そしたら。ちなみにスペシャルゲストもいるんで。お、スペシャルゲストっすか。うん、あの誰か、ペロちゃんとか他の人。それ言われビビんなよ。そんなにすごい人っすか。まあ今まで、今まで、えこ、えこ、えこ、え、え、鼻尾伝顔さんとか。こっちも。わかった。え、誰だから行くぞお前。さあ、ということで天満、いやー、天満着きましたよ。さすがにバレる。今日土曜日ですけど。5番やで。で、今もう7時半とかやろ。一番人おる時間帯。マジで。じゃあちょっと離れといてや。オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。じゃあ離れて撮って、これもう歩いていくから。歩いていきますね。声をかけられるとこバチッと撮って。いや、もう撮っときますよ。オッケー、わかった。わかりました。じゃあ後ろからちょっと撮ってみます。お前なめんなよ。168やぞ。Quand t'es venu dans la rue à côté。ちょ、マジか。泣いていい？マジか。泣いていい？マジで。マジか。泣いていい？マジか。ちょ、一緒に歩こう。振り向きも一切なしでしたよ。ビビった、マジで。ずっと。え、これレイクレみんなで行ったら、はい、すごいことになってんの。結構 YouTuber やってんで。いや、やってますよ。割と。今現時点で168ですよ。うん、そう、ありがたいことにね。はい。えぇ？待て、待て。え、わかります。おー、ありがとうございます。最後っす。高橋さん。ほら。なんだよ。なんでお前先聞かれんねん。大阪のオーベースの俺。大阪。じゃあ別
っていくか。いやもう本当にもう今日マジ腹すかしてるんで僕。えもうめっちゃ食べて。いやマジ食べますよ。スペシャルゲストもう来るから。いやそこマジ気になりますよ。大阪でしょ。ボーイドとかですかね。まあ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 。もう見とけ見とけ。あ、見ときます。大根の天ぷらみたいな感じ。大根の唐揚げ。それこれっすか。なんかもっちゃんやとなんかめっちゃ食わしたくなるな。マジっすか、うん、マジめっちゃ食いますよ。全然いいよ。だって支払ってくれんねやろ。当たります。当たります。止めさせてもらってるんで、まあでも一応言うけど、まあそれで先輩として立ち振る舞っていいのかって、まあそこ問題ですけどね。そこ問題ですけど。あーちょっと見え方悪いか。ちょっと怒るわじゃあ。そこだけ気にするわ。じゃあ今日はカメラが回ってるんで奢ってもらいたいと思います。任せろ。あ来ました。友達来ました。ただの友達の西川です。誰も知らんのじゃん、エスポ視聴者。いやー、わかんないですよ。いやいや、普通の友達なんですけど、可愛い、可愛いから、可愛がってください。可愛がってください。ですよー。ということで、カンパーン。カンパーン。いやー、最高。今日はもてなしに来てるから。いやもう本当にもてなされに来ました今日。まあでも先輩でかっこいいとこ見せたから見たよ俺が天まで。いやまあ無様なとこは見ましたけど。最近忙しい。そうっす、最近はもうありがたいことに忙しくさせてもらってますよ。確かに今ちょっとすごいもんな。そちらもエグいじゃないですか。身の虫みたいな感じです。ほんとすごいっすよめくれって。あの多分あまり公にされてないんで言いますけどすごいっすよ。何が編集のことで話したら意識がもうプロなんですよ。マジで動画の動画のおっちゃんからそんな風に見えてんの俺ら。いやマジで見てますよ。僕以外も全員見てますもん。マジで本当にマジ冗談抜きでマジで尊敬してる先輩一番っす。もうそのビールすげえ。うまいねー。最初はさ、やっぱり何してんねんみたいな感じになるもんな。あってんけど、でもやっぱりもうこう実力を上げてきて、やっぱり見事に出てきて、やっぱこいつはすごいなーって。定義的に出てくれるから。で、僕も定義的に出てるのは見てますから。西川ですら声かけられんねん。ほんまに。なんで俺声かけられへんねん。東京とかやろ。東京とかたまにな。なんて言われる居酒屋で、あれ YouTube やられてますって言われることが2回ぐらいあってんけど。あ、友達やってます。結構さ、忙しくさせてもらってるからさ、西川から誘いとかはさ、めっちゃ断るわけや。それでもめっちゃ誘ってくれんの。こういう友達ってほんまに大切やなって。いつもこのモロサラダ取り分けてくれて。こんなやつもない。なんか人生の中で俺ら編集が占めてる割合かなり大きいよ。いや多いっしょ。死ぬってなってそのまま見るときにテロップの名前とかファイナルカットの画面やったら全部サウナ行かへん。ここ最近ちょっと本当に家じゃない好きではない。めっちゃ好きです。マジ行こうやじゃんこの後。行きましょう。西川がエスポワールの動画に出てるのがそれがもうちょっとおもろすぎて。そうなんすよ。いつもレイクのチャンネルでは出るけどさ、もうとうとう他のチャンネルで出してる。間違いないな。どういう状況って。ほんまに。もうSPR視聴者も優しい顔とサラダの取り分け盛り上げ方見たらもう多分好きになると思う。ありがとう。お手柔らかにお願いします。じゃあちょっともうゆっくり食べていきましょうか。うん、お願いします。ということでお店を後にしました。ごちそうさまです。イエス。カサでーす。おいやめろってカメラのうちでこんなん言わんでいいから。好感度上がるやん。おっちゃん。じゃあ続いてお兄さんどこ連れて行ってくれるんですか。お風呂。やったー。
サウナ行ってないって聞いたんでサウナ行きまーす。行きます行きます行くぞ。え、西川くんも行きますよ、ね、行きましょう。よっしゃ行きましょう。じゃあここでもちょっとバレないやっときますか。そこ入ってからっすね。あ、オッケー、お任せろ。今バレるで。今バレます。うん、じゃあちょっとまた遠くから見ときます。ありがとうございます。なんでやねんお前。はい、おかしいやん。俺がまたさっきバレた。はい、言わして、もう言わして。大阪のホームやね。間違いない。一番バレた。俺、こういうの、こういうの。出して出してよ。出したいです。出ていいっすよ。いいっすよ。やばい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いや、全然全然。ちょっと、いい風吹いてきましたよ。やっと、やっと地帯が俺に追いついた。はい、ということで、お風呂に連れて行ってもらって、今帰ってきました。いや、もう本当に今日はありがとうございます。まだまだですせ。今からクラブ行こうかなと思って。あ、マジっすか、うん、じゃあ、用意しろ。ふっきゅふきゅ。用意しろ。いや、もう本当に、もう、口酸っぱく何回も言っちゃうんですけど、一番レイクレイが尊敬する YouTuber です。僕はもう本当にね、スカイピースとレイクレイ、この2強はエグいっす。個人的にさらにもレイクレイにはもう本当に言うたらもう同じ時から2、3年前からずっと一緒に上がってきてたんで、確かにね、より一層やっぱ僕は思い入れはありますよ、ね、うわ気持ちこいつ、うん、もう飼いたいお前のこと。本当にレイクレイは5人めっちゃおもろいんですよ。でいい人で色が出てるんですよね。え、今日抱きに来てる俺のこと。いや、抱こうとしてる。くどこうとしてませんそんな。え、いやいやいや、ベッドあるけど、ベッドがそこに。いや、ほんまに、いや、もう今日ほんとご飯も温泉も全部ごちそうになりまして、もっちゃ下手怒ってんこれ。これヒロとやってみ、もう全部払わしてる。いや、大阪いいな、ほんとにいいよ、安くで住めるし。てか、エスポも全大阪帰ってきたらいい。いや、めっちゃいいな思いました。めっちゃいいわ。なんかいいような人の感じがな。今マジ行きたいぞ、もう一回。編集だろ、お前今から。いや、そうなんですよ、今日ね、二人揃って編集なんですよ。大阪で帰ってきても、どうせお前編集で天満行かねえだろ。いや、標準語気持ち悪い。まあ、本来ならここで、じゃあ寝ますか、みたいなシーンなんですけど、じゃあ、頑張りますか。やるか。じゃあちょっと誓いの虚境だな。これだな。それじゃあ今日編集頑張りましょう。頑張りましょう。乾杯。乾杯。シャキシャキなってる。やるか編集。メントバッキバキ。うわこれやばい。西川は飲みに行きました。あ、それお前。西川君が帰りました。ありがとうございます。西川飲みに行きました。ちょっと苦しくなったらまた回します。うん、オッケーオッケー。あ、ちょ、ラストこれずっと思ってたけど、これ食べてくれ。そんな俺口臭いか。そんな俺口臭かったか。いつようかなと迷ってて、もっと序盤で言ってくれ。そしたら西川君絶対困ってた。たかし頑張ってる。頑張ってる。急になんで食べ口やねん。いいけどって言ってる間に、なんと赤色の悪魔が来てくれました。師匠が一緒に編集しに来てくれました。いや嬉しいな、正直。いやだって東の編集者といったらもう島袋や。いや大げさな。で噂に聞いてんけど、20分の動画のテロップ3時間で終わらすらしいな。これ視聴者にどんだけ分かりやすいか例えとってやつ。なんかどんだけ分かりやすいか。コーンローってあるやんか。コーンロー。そう、コーンローの編み込みを3時間で3人終わらす。分かりづらない。まあまあこんな感じかな。マジパッとしたけどね。今俺30分動画18分までテロップ入ってんねやんか、はい、あと12分やねん。島袋やったらどんぐらいで終わる。じゃ僕らの編集スタイルで行くならあれば1時間で頑張れます。なんでやねん。でもやっぱその僕らとやっぱクオリティが違うんで。いやいやいや変わらんでな。いや全然違いますよ、本当にめっちゃ見やすいっすもん。泊まりに行こうっていう楽しい動画のはずなのに。
後半終わってますよ。なんかこれマジやばい、ほんま怒られる。ほんまに怒られてもおかしくない。普通に編集についてちょっと語らへん、珍しいね。こんな動画でこんな、いやそうやで、純粋な質問とかしたいなっていう。普通、ああしましょうしましょう。カット、テロップ入れ、はい、BGM、はい、どれが一番嫌い？僕カットっすね。例えば2時間の尺があったとするじゃないですか、うん、もう2時間ダーンって来ただけでも泣いちゃうんですよ。そこに手つけなのが本当に嫌で、僕は最初2時間とかやったら、まあ20分30分ぐらい動画にせなあかんから1時間半削るわけも、真逆やわ。BGM 最後やん、 BGM 入れんの、はい、最後なんじゃんの、マラソンでもゴールテープ見えたと思ってまだ2キロあんのみたいな。最後のあの脳死した状態でやる単純作業がかなりきついっすね、最後の最後。マジっすか。じゃあ、そう、編集の何から学んでるとかある？それこそ本当にレイプルの皆さんのところがマジで参考にしよう。ガチガチで参考にしよう。吉本新喜劇やな。いや、ないやん、新喜劇の編集ないやん。BGM だけやん、パパパパだけやん、パンパカパンパンパンパカパンパンのやつ入れて、あとは板の上で人間たちの技量でやってるやん。板の上ってやめろよ。逆に俺らは何を見てるかとかね、だから誰を参考にしてるか。そうそう、そこ気になります。一番最初はね、めちゃイケめちゃイケでな、あれやんな、その素材とか作ったり、あとはバナーの感じとか、はいはいはい、BGM とか素材作りとか BGM の感じとかは誰でもできるねんけど、カットのテンポとかはセンスやんか。いや、それはそうっす、確かに。それは僕はね、レペゼンさんとスカイピースさんから学びましたけど。そうなんや。僕もそれに言ったらはじめ社長とか桐崎にしよう。あー、桐崎さんやばいな、桐崎。じゃあラスト質問やねんけど、はい、編集で一番心がけてることって何ですか？心がけてるところは、僕はカットのテンポ感っすね。はい、なるほど。で動画の8割は決まると俺は思ってるんですよ。テロップとか BGM とかもそれ大事なんですけど、基盤となるカットのテンポがいまいちだったりしたら、せっかくつけたテロップとか BGM とかも結局腐っちゃうな。素晴らしい。腐るよな、タイミングだけで生きるしな、逆に。そうなんですよ。逆に何一番大事にされてます？やっぱ視聴者の笑顔じゃん、普通に。すいませんでした。マジ俺自分のことしか考えてなかったじゃないですか、今。なにお前、何これ、家族。欧米よりやな。愛の強さ。いやいや、家族は一番大事。編集大事にしたことないの？分かりやすいじゃん。いや、分かりやすさやな。あ、俺ら完全に分かりやすさ。いや、マジそれはもう分かりやすいです。もう成果出てます、ちゃんと。おもろさを優先して編集するより、分かりやすさを優先して編集した方がおもろくなんねん、動画って。そうですね。頑張りましょう。頑張ろう。やるか。よっしゃ。現在9時40分ということで。テイスト変わりすぎてない？テイスケの時と。ということで、今回は YouTuber の自宅で泊まろうたかし編ということで、今回はお邪魔いたしました。ありがとうございます。みんなも一緒に編集しようぜ。ふん。まあ次第3弾がどの YouTuber のご自宅にお邪魔するかわからないですけど、確かにね、楽しみ。また次回もお楽しみください。ということで今日はありがとうございました。ありがとう。お二人のチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。それじゃあ、さよなら。ピラメキ体操じゃないよ、編集上で。ガッチャのキャラつま先までのエスポアルイナーズナー、リスナーの心くすぐりかまスイッターズランナー、大阪埼玉石川レペゼンの YouTuber、 ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する。いや発射 GO エスポワールドライブ、時代を変えるために今一緒にやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。